JS のゴールキーパーグロー、なんかいいクリスマスっていう気持ちを込めてですね、動画の最後には、嬉しい楽しいお知らせも。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、かなりまたしてもね、動画の期間空いてます。分かってます。あげなきゃいけない、あげたいっていうのはあるんですけど、ちょっとね、まあいろいろ、まあ他のところで撮影だったりとか、あとはまあスクールの指導だったりとか、まあいろいろね、やっぱあるので、毎回毎回ね、毎週毎週出すっていうのはちょっと、チャンネル登録してくれてる人にはちょっと申し訳ないんですが、まあ、マイペースに上げさせてもらえればなと思います。で、今年最後の動画になるかもしれません、今年最後はですね、グローブの紹介で締めくくりたいなと思います。で、まあ動画をね、なかなか上げれなかったっていうところもちょっとすいません、ごめんなさいっていう気持ちと、あとはメリークリスマスっていう気持ちを込めてですね、動画の最後には嬉しい楽しいお知らせも、入れようかなと思ってますので、ぜひ最後まで見てください。はい、ということでね、グローブの紹介をしていきたいと思います。で、今回さ、紹介、へい、噛みます。今回、紹介させていただくグローブっていうのがこちらですね。 SJS のゴールキーパーグローブ、モデル名は Futures2、ブラック&オレンジということで、TGK 史上初ですね。今までこう HO サッカーとかエレボスとかのキーパーグローブは紹介してきたんですけど、 SJS さんのグローブっていうことで、なんか女子の選手が結構つけてる印象、どこだろう、十文字の選手とか、あとは日体大の選手とかかな、がつけてる感じだったので、女子の選手がつけてるんだったらちょっと紹介してみたいなということで、今回はこのモデルを買ってみました。では開けていきたいと思います。今回は6号を買いました。6号ですね。で、なんかいろいろ色のカラーの種類はあったんですけど、まあオレンジ、黒オレンジかっこいいなと思ったんで、よいしょ。おお、今回買ったそのフューチャーズ2っていうモデルはですね、ストラップレスになってます。はい。で、グリップ、ここのパームが何なのかっていうところはちょっと詳細が書いてなかったのであまりよくわからないんですけど、まあ、ビニールが貼ってあるんでグリップはおそらくいいグリップを使ってるんだろうなと思います。ちょっとビニールついてますけどつけていきましょうか。私基本的に6号でぴったり、7号でまあまあ別にブカブカではないけど、まあ、ちょっと大きいかなぐらいの、サイズ感の手の人なんですけど、なるほど。あ、やっぱね、ほうほうほう、あ、つけた感じは手首のところが、黒のアンダー着てるんで分かりづらい、黒の手首のところが結構長くてキュッと締まってますね。で、生地の後にやっぱゴムのここの部分があるので、ブカブカしてる感じは全く感じないですね。で、まあ、手のひらに沿うような形で後ろは着てます。で、見てもらったら分かるようにパンチングゾーンも、ありますね。曲げ伸ばしに関してはすごくやりやすいですね。動かしやすい、っていう形ですね。ちょっと、よいしょ、若干ですね、ここの横の部分っていうのが、まあ、ブカブカしてる感じはありますけど、まあ、すごくストラップレスにしてはやっぱり。フィット性は高い、つけた感じのフィット性は高い感じになってます。で、指の中はシリコンとかは特に入ってないので、ガンガン中ずれはしてます中ずれはしてますけど、まあでもつけた感じはすごい気持ちいいですね。あったかそう。指は、まあ、見てもらったら分かる通り
結構幅があるので、ピタッとタイトなタイプっていうよりは、まあ、ちょっとゆとりがあるような、ここのゆとりがちょっと気になりますね。小指側のこっちのゆとり、親指側は全然すごいフィットしてていいんですけど、まあ、ここの外側がもうちょっとこう絞ってると、なんかもうちょっと高いフィット感にはなりそうですね。で、私の好きなネガティブカットにもなってます。はい、ちょっとビニール外してみましょうか。これちょっと時間かかるんですよ。時間もらっていいですか？はい、取れました。疲れた。なんかめっちゃ時間かかったな。おお、すごい。音わかりますかね。やっぱあの取ったばっかり、ビニール取ったばっかりなんで、すごいペタペタしてますね。いい感じです。はい、はい、ボール持ってきました。私6号で握力19なんで、基本的にワンハンドキャッチするのって結構難しいんですけど、まあ、できそうです。あ、できましたね。ワンハンド、ワンハンドもできます。ボール掴んでみた感じは、まあ、やっぱりちょっとまあ中ずれするのが気になりはしますが、まあ、私がシリコンついたグローブに慣れすぎてるっていうのもあるので、全然そこは問題ないと思います。キャッチングもねしやすいですし、うん、ボール掴みやすいし、グリップ力も、いいと思います。これ何グリップなんだろうな、それだけ気になるな、すごく。ご存知の方いらっしゃったら教えていただければなと思います。 SJS のグローブですね。はい、ということでね、今回は SJS のフューチャーズ2ブラック&オレンジを、レビューしてみました。まああのここのね、手首のところがしっかり締まってるっていう、あのストラップレスなんですけど、締まってるっていうのはすごくねいいなって感じました。で、まあ色合いとかも、あの黒オレンジってやっぱ黒ってやっぱかっこいいっすね。で、あのグリップ力もすごくあるグローブになってると思います。耐久性とか、あとはまあ使っていくとどんな感じになるのかっていうのはちょっとわからないので、ぜひね、あの使ったことあるよっていう人はね、コメント欄の方に、コメントいただければいいかなって思います。まあ、ちょっとね、あの横幅がちょっと広かったりとか、指先がね、あのガバガバしてる感じはありますけれども、あのやっぱりキャッチングはしやすいと思いますし、あの女子のね選手がたくさん使ってるっていうのがいいですよね。エレボスとか SJS とか結構あの女子の選手、あのいっぱいつけてるような印象なので、ぜひあのかっこいいねキーパーグローブとキャッチ力のあるグローブを使ってチームのゴール守っていってほしいなと思います。で、TGK からのクリスマスプレゼントということで、今回レビューしましたこの、フューチャーズ2ブラック&オレンジ SJS さんのキーパーグローブ、1名の方にこの現物になるんですけど、レビューしてるので若干、まあ、汚れてるかもしれません。このあと何回か私がどんな感じなのかなと思って使う可能性もありますが、まあ、ほぼね、新品の状態で、皆さんに、お一人なんですけどね、一人の方にプレゼントしたいと思います。応募方法は、私のツイッターの方にも後ほどアップすると思うんですが、該当ツイートのリツイートと、フォローですね、 TGK のフォロー、あとは、チャンネル登録で、申し込みが完了という形になります。フォローを、リツイート、チャンネル登録、この3つをね、必ずして応募いただければなと思います。サイズ感的にはちょっとゆったりしているので、おそらく7号の方も申し込んでいただいても十分あの使っていただけると思います。私ちょっと今6号なんですけど、指先若干余ってるので7号の方でも使っていただけるのかなと思います。6号もしくは7号の方ですね、単純に欲しいよっていう方でも構いません。ぜひね、多くの方の、応募ですね、お待ちしてます。では本年もありがとうございました。2020年も TGK ライトアップ TV よろしくお願いします。 See ya!